万葉植物園万葉植物園万葉植物園は千葉県市川市にある万葉植物園。ママのてこなゆかりの地。3387平方メートルの敷地に約197種の万葉集の歌に読まれる植物が植栽され、鑑賞できる日本庭園である入場料無料の施設。園内の黒松かすが大社新園。 万葉植物園を手本にして作られ、1989年6月、千葉県市川市大野町にの1857に開園した。面積は3387平方メートル。入場料無料の施設。市川市は万葉州にゆかりの深い土地であり、奈良時代にて特にママのてこなは有名で、高橋むしまろなど。 古代の歌人たちが詠んだ歌の数も多数存在する。これにより、東国一帯に広く知られただけでなく、市川にあった下薄国府を訪れた都人にも、慕われた存在となる。市川マハ植物園は、万葉集に読まれた、手粉ゆかりの地付近である、王の緑地と呼ぶ高台の脇に位置し、平坦な土地に和風庭園を設け、約197種の、 万葉集の歌に読まれる植物が植栽され、鑑賞できる。植物の名前、その植物が万葉集に読まれた、当時の名前の万葉名、読まれた歌と読み人などが植物の脇の説明板に示される。園内には循環水による小川のせせらぎ、池、あずまや、藤棚石道路、つくばい、バラのトンネル同様の万葉集で、 最もよく読まれる花とされる萩のトンネルなどがある。庭園内には、あずま屋があり、藤棚の下でも休憩できるように椅子が置いてあるなど、整備されている。園内は、バリアフリー化されており、車椅子での単独利用が可能。鉄道高速道路駐車場、市川市万葉植物園トップ、norihana2.web.fc2.com 2019年2月25日閲覧。市川市観光協会。www.ichikaw.kan.ou.jp a。2019年2月25日閲覧。ありがとうございます。